こんにちは。以降循環器学講座の白木彩です。私からは基礎実験部門について昨年度と今年度の業績を中心にご紹介いたします。今年テレビや新聞などでも取り上げていただきましたが、ネイチャー系のオープンジャーナルでありますサイエンティフィックレポーツに A novel soluble epoxide hydrolase vaccine protects myelin cardiac mass against myocardial infarction という論文をパブリッシュすることができました。こちらは野出教授が長年興味を持って取り組まれてこられた E とエポキシエイコサトリエン酸という物質を何とか治療に応用できないかということで開発したワクチンです。抗炎症作用、抗血栓作用、血管新生作用を有する E とを分解する酵素である可溶性エポキシドヒドロラーゼソルブルエポキサイドハイドロレース SEH に対するワクチンを開発しました。心臓疾患にワクチンで予防治療を行う方法であること、これまでに製品化できていなかった E とに注目した製剤であることの2点が新しい点となります。ラットにおきまして5週例、7週例、9週例、11週例にワクチンを投与しまして、十分に抗体が体の中で出来上がったところで13週例におきまして LAD を結殺いたします。そうしますと心筋梗塞になるんですけれども、その1週間後に評価をですね行っております。このワクチンを投与することによりラットの心筋梗塞モデルにおいて心臓の側副血行量を増加させて心筋梗塞の範囲を対象群と比較すると縮小させることを明らかにいたしました。この基準として可溶性エポキシドヒドロラーゼに対するワクチンを投与することで血中の E 糖の濃度を高めることにより血管拡張作用、抗炎症作用、血栓抑制作用、抗血小板凝集抑制作用、血管新生作用などにより心筋梗塞を改善したと考えられます。狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や心筋炎などの心不全の治療と予防に有効である可能性があります。本研究は若手研究の科研費の助成を受けております。今後は人への応用やより効果の高いワクチンの枠を超えてモノクローナル抗体医療への応用などを考えています。次にご紹介いたしますのは、私が6年間取り組んでまいりました SGLT2 阻害剤がなぜ心不全に効果があるのかに迫る研究報告です。2021年度はオンライン開催でしたが、ESC にて口頭発表の機会をいただき、日本、この佐賀の地からパリに行ったつもりで発表させていただきました。題名は、Empagliflozin improves prognosis and energetic properties through modulating mitochondrial function in failing myelin hearts です。日本語では、Empagliflozin はミトコンドリア機能とエネルギー代謝を活性化して、マウスにおける心不全の生存率を改善するということです。拡張型心不全を呈するマンガン SOD コンディショナルノックアウトマウスにエンパグロフロジンを餌に混ぜた群と普通の餌の群に分けて観察しますと、明らかにエンパ群の方が生存率が高いということが分かりました。そして心臓の筋肉のミトコンドリア機能を調べますと、エンパ群では明らかにミトコンドリアの機能が保たれておりました。また、マウス一体一体の呼気ガスを調べますと、エンパ群では心不全マウスで落ちているはずのエネルギー消費量が上昇しており、活発な生命活動を行えていることが分かりました。エネルギー消費が高まっていることから調べてみますと、体内では満腹ホルモンレプチンの濃度が低下しており、摂食行動が促進し、よりたくさんのエネルギーを摂取できていることが分かりました。エンパグリフロジンは心不全マウスにおいてレプチンの濃度を低下させ、栄養状態を改善し、
ミトコンドリアの機能を保持し、心臓を代謝的に好循環にすることで、予後を良くしているということを報告し、今年、ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・ファーマコロジーにアクセプトされました。次にご紹介するのが、今年、バルセロナで開催されたヨーロッパ心臓病学会で発表させていただいたものになります。題名は、The DPP-4 Inhibitor Linagliptin Exacerbated Heart Failure Due to Energy Deficiency via Downregulation of Glucose Absorption and Utilization in Mice です。日本語では、リナグリプチンは消化管からのグルコースの収集を阻害して、炭水化物の体内での利用を妨げることで心不全を悪化させるということです。一部 DPP-4 阻害剤では心不全入院が増えることも報告されてきましたが、その基準についてはわからないままでした。我々の拡張型心筋症モデルマウスにおいて DPP-4 阻害剤を投与したマウスは明らかに生存率が低下しました。また SGLT2 阻害剤とは違い、個々のエネルギー代謝は減ってしまっていることも分かりました。これは、たくさんグルコースを含んだ高エネルギー食を与えても、その結果が変わらなかったことから、吸収阻害を疑いまして、13C というラベルされたグルコースを経口投与して、グルコースの腸管からの吸収を阻害しているということを証明できました。そして、我らが矢島先生が東大時代からずっと取り組まれてきた研究が、なんとネイチャーコミュニケーションにパブリッシュされましたのでご紹介いたします。英語タイトルは、Spatio-temporal Dynamics of SET-D5 Containing N-core HDAC3 Complex Determines Enhancer Activation for Adipogenesis で、日本語では、SET-D5 N-core HDAC3 複合体による時空間特異的なエンハンサー活性調節による脂肪細胞分化機構の解明です。大変難しい論文なのですが、ご本人から簡単にまとめていただいたスライドを提示いたします。脂肪細胞分化過程において、SET-D5 がどのように分化を制御しているかをエピゲノミックな方法を用いて解明しております。SET-D5 N-core HDAC3 複合体はプライムドエンハンサーの状態を保っております。APCC による SET-D5 の消失でエンハンサーが活性化されております。脂肪細胞分化において SET-D5 N-core HDAC3 複合体の時空間的な変化がエンハンサーの活性化を担っています。現在、基礎実験室では、野出教授のご指導のもと、3人の実験補助員とともに、実験室を運営しています。不整脈班の高橋雄也先生と、七田茂樹先生が組織染色などをしに来られています。木塚貴博研究員は、ネーションワイド小児病院に留学中です。以上で、私からの報告を終わります。